ステチャレのコースが発表されましたが、早速いろいろありましたね。どうもハイパーラシキスのクリキです。11月18日に開催予定のミニ四駆ステーションチャンピオン決定戦のレイアウトが発表になりました。皆さんもうねチェックしている方も多いと思いますが、今回の動画ではそのコースをねしっかりと見ていきたいなと思います。まずこのミニ四駆ステーションチャンピオン決定戦とは何ぞやということなんですが、ミニ四駆ステーションチャレンジ2023、ラウンド1から5、これでも言い方変わってますよね。ファーストラウンドからフィフスラウンド、っていうのがありまして、全国のねミニ四駆ステーションで開催されておりました。今回はねクラスが2つあります。ダッシュクラスとチューンクラスねありますけども、まあ、出場条件はねこちらに書いてある通りになってるんですが、そもそもですねこのミニ四駆ステーションチャンピオン決定戦出場するのには、先ほど言いましたファーストラウンドからフィフスラウンドで優勝しなきゃいけないということですね。優勝するとこういった形でね、各ミニ四駆ステーションの、ハンコが押されている、チケットがねもらえます。はい、出場券と呼ばれるねチケットがもらえます。これがないとそもそもこのチャンピオン決定戦には出場できません。はい、なので11月18日はこのチケットを持って、エントリーするという形になりますね。ここでちょっとね先に言っときます。注意してほしいのはですね、このチケットを持って当日フラッと来てもレースには出れません。はい、ここめちゃくちゃ重要です。出場権をお持ちの方、タミヤ公式ホームページからですね事前申し込みが必要となっておりますので、ご自身でチェックのほどよろしくお願いいたします。さあそれではコースレイアウトの方を見ていきましょう。はい、ということでこちらがですねミニ四駆ステーションチャンピオン決定戦のコース、156メートルの3レーンのコースになります。なので公式大会で使ってる5レーンの方じゃないので、ミニ四駆ステーションにね常設してる、皆さんがよく走らせている3レーンのレイアウトという風になります。それでは各セクションを見ていきましょう。まずはスタートですが、スタートはねこちらでございます。ニュ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 とね、あ、僕がちっちゃくなりましたね。はい、ここでございますね。はい、スタートはここでございます。ここからスタートするとですねストレートが 1,2,3,4,5枚、ありますね。でカーブ、これは90度かな、90度じゃないな、135度、はい、で90度曲がる、でウェーブ入ってからの、ちょっと曲がって曲がってみたいな、ね、ちょっとここねコーナーが続きますね。ここかなりコーナーが続きますね。で序盤のこのコーナーを抜けるとですねこちらでございます。はい、大きくなりましたけども、ここですね、上りスロープと、下りスロープっていうのがあってですね、ストレート1枚入ってからの上りスロープで、この真ん中にこれあるのが、まあ、要はテーブルトップですね。はい、テーブルトップになっております。で着地下りスロープからの着地は2枚ということで、まあここは比較的お店とかに設置されてるね、レイアウトの中にもよく組み込まれてるようなセクションになっておりますので、まあここはチケット持ってる人だったらそこまで難しくないんじゃないかなと思いますね。まあおそらく、チューンクラス、そしてダッシュクラス、このテーブルトップの1枚は、皆さん飛び越えてくるかなと思いますので、しっかりとねこの下りスロープ後のこの着地ね、この着地で、しっかりとねピタッとね、マシンを制御できればいいかなと、思いますね。それでは続き見ていきましょう。でテーブルトップ抜けたらですねこうククッといって、で最初のバンク、こちらがですね20度のバンクになります。まあこれも市販のバンクですので、まあ、特殊な角度のバンクじゃないのでね、まあ、ここはしっかりと、バンクスルーできるようなセッティングで OK かなと思います。でこのバンクを抜けるとカーブを抜けてですね、結構カーブ前半続きますね。でここ下ですね、はい、ここをこう交差してるんですよ。この下をくぐってですね、ちょっと曲がる、そしてまたウェーブ行ってからのこのセクションですが、ここがですねグライドバンクというセクションなんですけども、こうバンクになって、まあ要は斜めになっている状態で、カーブそしてストレートで降りるカーブが組まれているようなねセクションになっております。多分普通に考えたら20度だと思うんですけど、20度グライドバンクって書いてないのがねちょっと気になるんですよね。今までの公式大会だとね、45度グライドバンクとかね、なんか角度を書いてたような記憶があるんですけども、ここなんかさらっとグライドバンクってねさらっと書かれてますので、30とか持ってこられるとこれかなり厳しい話になってきますけども、これ20度であってほしいですね。うん、
さあ続きもね見ていきましょう。でそのグライドバンク抜けたらウェーブ入ってちょっとカーブしてですね、で、ストレート2枚からの、ドラゴンバック着地2枚ということで、ちょっとここもね拡大していきましょうか。さあちょっと拡大しましたけども、ここですね、今この上からグライドバンクこう来て、で横通って、でこの下のこのねストレートに入ってきたんですが、ここね、この僕のいるここ、こっちが、スロープ上り、こっちがスロープ下り、まあ、要は市販のスロープセクションをこうガッチャンコしてる、まあ、要は、ドラゴンバックっていうセクションになります。でこの間の下をね、よいしょ、はい、ここね、さっき通ってきたこの下の道ね、はい、この白いストレートがこの下に入ってるということなので、このドラゴンバックっていうセクションがね、あります。はい、でドラゴンバックの次をね見るのが、まあ、ポイントですよね。ドラゴンバックの着地がね2枚です。はい、皆さんしっかり聞いてください。ドラゴンバックの着地は2枚ね、ちょっと X がざわざわしてました。はい、僕も内心ざわざわしておりましたが、ここはどうやら2枚っぽいです。はい、なんでざわざわしてたかは、誰かに聞いてください。さあその2枚の着地を超えたらですね、左カーブ90度行って2連上りスロープ、着地1枚 の、右カーブでストレート2枚からの2連下りスロープ、着地1枚の40度バーンクっていうね、いろいろここ何か起こりそうなセクションですので、ちょっとここもね、拡大して解説していきましょうかね。ここですね、2連上りスロープ、このオレンジ色の部分は、市販のスロープが、上り上りっていうね、まあ、連チャンでつながってるセクションになります。前回のステーションチャレンジでもなんかこう上り上りみたいな感じでね、2段上り2段下りがこうなんか合体して山みたいになってたと思うんですけど、あれの上り上り、だけがここにあります。はい、だから2回分上るってことですね。そしたらこの着地ここ、ここ、はい、着地1枚のストレートがあって右カーブということで、まあ、なんとなくですけども、ミニオクジャパンカップ2023で採用されておりましたアイガーエボからの右カーブ風なセクションですね。まあアイガーエボじゃないんでね、全然違いますけど、この2連上りスロープからの、右カーブということでございますが、先ほどのねドラゴンバックの、ちょっとちょっと足あ来た来た来た、ここねここね、はい、ここの着地がね、ドラゴンバック着地2枚っていう話してましたけども、まあ、2枚なんで、ここのカーブ抜けてからの2連上りスロープはね、おそらくここのドラゴンバックの着地2枚入ってる人であればね、そこまで難しくないんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、ちょっと2連上りスロープで注意せなあかんポイントとしてはですね、なんかこう登ってる時に、なんていうかな、フロントブレーキが2個目の段にぶつかっちゃってコロンって、ま、前のめりにつんのめるみたいなねとかが、たまに発生したりとかね、速度域によっては、そこカーンって当たってグルンってなっちゃったりするんで、結構ねフロントのブレーキを隠してるというか、隠すというか、あの一番前ですね、つんのめらないように、ブレーキ貼ったりですね、なんかなんていうの、パッシングシールとか貼ってるっていう人はね多いかと思いますので、まあちょっとそこの対策をちょっと考えて、でさっきのドラゴンバックの2着をしっかり決めるっていうところでね、見ていただければ、まあそこまでここは、うん、大丈夫なんじゃないかなと思いますけどね。まあダッシュクラスの方がまあ速度上がってくるんで、まあちょっとそこら辺のブレーキ調整とか、なんか溜めて貼ったりっていうのはシビアになってくる可能性はあると思います。はい、で右カーブね、ここのこの右カーブ越えたらですね、この上ストレート行ってからの、2連下りスロープ、これ逆です、さっき登ってきたから、そのまま2段下りですね。おそらくここから、ここのストレートからここのストレートまでは、この2枚スロープ下りはね当たらずに、もちろんこう飛び越すイメージですね。ここのスロープに逆に当たんない方がいいと思います。はい、リアとか引っ掛けてまた後ろからこうパーンって弾かれるみたいなねこともありますので、ここまで来たらもうあとはビュンとビュンといって、この辺に落としたいですね、理想としてはね。はい、
で、もし万が一もっと奥まで行ってもですね、僕大丈夫かなと思っておりますのが、この40度バンクですね。次のセクションの40度バンク。こちらにありますけど、40度バンク。まあ、ここ、飛びすぎたとて、まあ、40度バンクがあるので、まあ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 って感じはするんですけど、一個だけ気をつけてほしいのはですね、これまっすぐ飛ばない場合、だから自分のマシンがこう、ここのカーブで、どっち側だ、奥側に遠心力で振られて、で、ちょっと こっちの上ね、一番手前のレーン走ってるとして、真ん中のレーンにちょっと行っちゃって、こう、引っ掛けちゃうみたいな。で、引っ掛けたまま、40度バンクに入ってくると、そのままね、グリップしなくて、パーンってね、弾かれたりっていうのはよくありますので、まあ、ここはしっかりとまっすぐに入れる。そして、ちょっとこう、確実に、なんていうかな、バンパーの下とかにフェンスが行く状態になりますので、それをうまくこういなせるような改造方法だったり、アンダープレート的なやつをこううまいことをこういなすようなね、改造がいいんじゃないかなと個人的には、思いますけどね。まあ、ちょっとやそっとスピードが出たとしても40度バンクでなんとかしてくれるから、まっすぐさえ落ちて、ローラーさえ引っかからなければ大丈夫かなと思いますけどね。さあ、40度バンクの次を見ていきましょう。で、40度バンクを抜けるとですね、これですね、ウェーブ1枚あってストレートで180度カーブしてからの、ここね、ウェーブが続きます。はい。で、180度また入ったら、またウェーブ2連、そしてちょっと曲がってまたウェーブで、ちょっと曲がって90度曲がってレーンチェンジなんですけども、ここね、かなりウェーブがたくさんありますので、まあレーンチェンジとしては比較的優しめというか、まあ、高速でレーンチェン勝負ドーンみたいな感じにはなりにくいんじゃないかなとは、僕的には思っております。で、そのレーンチェンジを抜けると、もうあとはね、右カーブで左右で右カーブでゴールということになりますね。ということで、これがですね、ミニ四駆ステーションチャンピオン決定戦のコースの全貌という風になっております。皆さんもね、このレイアウトを見て、妄想セッティングするのか、はたまた、お近くのミニ四駆ステーションではね、これまあ3連の市販の3連ですので、まあ模擬コースをね組んで、練習するというね、お店そして選手の方も、たくさんいると思います。11月18日、タミヤフェア初日のね、ミニ四駆ステーションチャンピオン決定戦ということでございますが、参加者の方はこれね、また個別でちゃんとエントリーしたら連絡が行くようになっていると思いますけども、スケジュールがね、ホームページにもう書いております。9時15分にダッシュクラス A の西館受付セッティングスペースって書いてますが、去年はですね、西館というところで行われておりましたが、今年なんと西館がですね、セッティングスペースになります。はい。で、じゃあレースどこでやんのって話ですけども、南館になります。去年まで南館まだ、改修中だったので、ね、使えませんでしたけども、今年はもう使えます。ただし、南館に行って受け付けてセッティングスペースがあって、そこで全部やるじゃなくて、選手の方は西館で受け付けでセッティングスペースがある。で、出走は南館にあるさっきのコースで出走という形になりますので、必ずね、事前エントリーと、そこのね、どこに行きゃいいんだっていうのをね、必ず確認しておいてください。はい。で、当日はですね、配信はあります。はい。配信やりますので、まあ、出場される方はもちろんのことですね、ミニ四駆ステーションの方、そして常連の方、同じチームの方、家族の方、熱い応援コメントをお待ちしておりますので、どしどし、配信中にね、書き込むようにお願いいたします。ということで、今回は11月18日に開催されますミニ四駆ステーションチャンピオン決定戦のコースレイアウトについてあらこだ言っていきました。またね、素晴らしいレースが当日見れると思いますので、僕もね、ドキドキワクワクしております。参加される方本当に頑張ってください。事前申し込みだけ本当に忘れないようにお願いしますね。はい。ということで、また次回動画でお会いしましょう。いやー、本当に楽しそうなね、全長156メートルのコース、ドラゴンバックの着地も2枚で助かりました。ちなみにですね、僕はチケット持ってないので、配信を全力で頑張りたいと思います。